今日は滝沢秀明についてジャーニーさんが話すみたい。私は大和川に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっと俺たちの話を聞いてほしいんだけど。いいよ。滝沢が動き始めたわね。このタイミングで動き始めるあたりがタッキーらしいよね。まずお手並み拝見といきたいところね。そんな悠長なことを言ってる場合じゃないよ。え、なんで？タッキーはジャニーズに不満を抱えている人、ジャーニーさんの性被害者に声をかけてるんだよ。なんで不満を抱えてるかどうかわかるのよ。それはずっとジャニーズにいたんだからわかるよ。手を出した子はなんでわかるのよ。タッキーは所属タレント全員に Google フォームでアンケートを取ったんだよ。そこまでやっているの？みんなタッキーなら大丈夫だって安心しているから本音を言えるみたいだよ。それでもジャニーズを辞めることはないでしょ。スノーマンもなびいてるみたいだよ。誰よ、スノーマンの誰がなびいてるの？目黒蓮だよ。目黒は自分の良さは命よりタッキーの方が理解してると感じてるんだよ。嵐も分裂しそうだよ。え、あの子たちはジュリーのお気によ。そのことに関しては明日の動画で。